はい、こんにちは。今日も狂い好き、次、やっていきましょうか。はい。今回は、みんなと合流するところからかな？だね。とりあえず一旦探索を終えて、合流しろって、言われてたかな。ということで。あれ？ああ。あら、なんかやっちゃった。あら、進んじゃった。いいよいいよいいよ。戻る、とりあえず。それも、あ、違う。戻るよな。そうですね。そう。大丈夫。同じ鍵で開いただけだっけ。はい。オッケー。顔、青。どう？進展あった？英語のレポート3を京也には出した。また英語？なあ、誰か見かけたりしてないか？その、外国人とか。は？いや、その、ん？カイドウ、大丈夫か？絶対大丈夫じゃない。もうダメだよ。出口なんかないんだ。諦めるのは早いよ。全部見て回ったわけじゃないし。死んだって、まだ戻ってきてない。無駄だよ。この屋敷自体、意味わからないし、さっきから僕たち以外の気配だってしてる。それに、ここにいると気持ち悪いんだよ。なんか。それは俺も同じだよ。だから、早く脱出方法を探さないと。一番焦っとるやん、こいつ。わかってるよ。でも僕がこんなところに誘ったからお前が一番悪い。誰のセリフ？誰が言ったん、とりあえず。いや、外国人が。幽霊が言った。お前が悪い。誘ったお前が悪い。それ、中国人や。開けよ。開けって。カイドウ、これさえ開けば助かるんだ。これさえ開けば。開いた。な、お前なってことはお前が閉じまりしたのか。閉じまりって言うけど、なんだそれ。お前があれか、外からインロックみたいなことしたわけ。さっきまでビクともしなかったのに。ハヤト、どうやって開けたんだ？実はハヤトが悪かったみたいな。来なきゃ。え？早く連れてこなきゃ。お前もしかして公平を連れて、ハヤト連れてくるんじゃなかろうな。一体何を。今日やシンを探してくれ。俺はカイドウを追うから。何か嫌な感じがする。閉まるぞ、そんなことしてたら。わかった。とりあえずさ。でも、その前に何かドアに挟むものない？そう。せっかく開いたんだからさ、この状態をキープしとかないと。そうそう。キャンバーかなんかを、こう、ガシッと。とりあえず、これでいいだろう。一人見張りつけとけや。ああ、早く二人を連れてこないと。いや、見張りがいるくない？カイドウ、いや、あいつ一人で出ようとするな。いや、あいつ絶対あれだろ。うわー、なんすか。女の子がなんか脳踊ってた。ん？脳踊ってた今。嘘でしょ。そろりそろりみたいな感じだった。言ってた今。嘘でしょ。こうそろりそろりって。めっちゃ声太い。な、くそ、遠回りするか。あーあーあー、はい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 。これさっきのところやんな。うん。ギギここやろ？そう。開けたけどね。おい。さっきこの板なかったやん。ここに立てかけてあったやん、ここに。マジで？え？うん。見てなかったん？もうこれいけるやん、ほんなら。おい、そっちかーい。どうした？上に行こうかな、もう取ったら、こっち来たらもうなんか、行っとって。いや、こっち来とったらいいとって。来たよ。どないしたんや、お前。お前どうかしてるぞ。邪魔しないでよ。公平を早く病院に連れて行かないと死んじゃうだろ。は？何言って。渡りはもう死んでないんです。そうなんです。死んでないんです。
ムブ急に楽天カードマン出てきた。まだ死んでない。死んでなんかない。ただ怪我しただけだよ。怪我のレベル。自分じゃ動けないみたいだから僕は連れて行かないと。だから、ね、お願いだから邪魔しないで。やめろよ。やめろって。ハヤト、お前何してんだよ。悪ふざけにも程があるぞ。そっちこそ何してるんだよ。早くしないと公平が死んじゃうって言ってるだろ。邪魔するなよ、この人殺しどもが。だ。病院に連れて行けば助かるって言ってるだろ。なんで邪魔するんだよ。お前ら公平を殺すつもり？いつもいつも偉そうにしてるくせに、こういう時には役に立たない。ふざけてるのはお前らだろ。ハヤト、自分が何言ってるか分かってるの？うるさい。僕は何も悪くない。僕のせいじゃ、こんな、僕だってこんなつもりじゃなかったのに。シン、カイドウを止めろよ。あ、ハヤト、やめろ。話せ。うおめっちゃ腕力やばい。腕力やばすぎワロだ。そんなに吹っ飛ぶ。そんなに吹っ飛ぶっていうぐらい吹っ飛ぶよな、これな。ハヤトが死んじゃった。あ。あじゃねえだろ、お前。ハヤト。おいおい。違う。そんなつもり。僕はそんなんじゃ。わかってる。落ち着け。落ち着くんだ。落ち着け。僕、こんな。今日や、外に出よう。あ、外に行こう。これは事故だ。わかってる。わかってるから。なんかこいつわざとっぽいな、顔が。行こう。何もかも疑うやん。こいつに対して何もかも疑う。もう今日やは、ああ、ラヨット、どっこいしょ。ああ、コラセット、どっこいしょ。どうした？あらあら、まあまあですね、これはね。むむ。挟んでおいた本が、本ではないですね。メモ帳が外されています。むむ。いい加減にしろよ、クソ。振り出しに戻るってことか。さすがにきついね。呪い、かも。呪いってお前。だって、明らかにおかしいことばかり起きてるじゃないか。いい加減、その可能性がないとは言い切れない。お前たちだって、うすうす気づいてるんじゃないのか？ああ。いや、俺は、これは京也がやったと思う。これ、早めで終わったから渡しておく。レポート？調査報告書3を入手した。はぁ、あ。なんて日だ！まさか、この屋敷全体が呪われていたなんて、今まで不穏な空気を感じなかったというのに、今日の夜だけは明らかに違う。これが、魔術書の力なのか。呪いっつったのは、ミチルだよな。で、このレポートが出てきてってことだよな。うん。ミチル怪しいな。ミチルとカケルが今、カケルじゃねえ。ミチルと、京也がめっちゃ怪しいな、今。うん。息子は妻と娘を殺害した。お！これも、屋敷に蔓延する呪いの影響か。あのような悪魔の所業をアロルドがするはずがない。息子だよな。うん。何としても、この屋敷の呪いを解明しなくては。この屋敷に閉じ込められた今、そうするしか道はない。お父さん、それは息子の所業を呪いっていうまやかしにぶつけただけですわ。お父さん、現実見ましょう。万が一のために教会から支給された聖水が役に立つはずだ。あれは、手紙と共に金庫に保管している。早くしなければ、私自身が。この呪いに侵される前に、息子がこれ以上罪を重ねる前に。ああ、オルガ、コーネリア、
救えなかった私を許してくれ。息子と、あ、娘と嫁さんか。だろうね。聖水があるらしいわ。なるほどね。金庫の中に。うんうん。今までの集めた情報からして、その線も捨てきれないね。じゃあ、どうすんだよ。脱出路だけじゃなくて、この屋敷に関するものも探っていくしか。スマホのバッテリーも切れそうだし、あまり時間がない。手分けして探そう。手分けすんな。団体行動取れ、お前ら。もう、二人死んでんだぞ。お前ら、マジで、え？俺もう多分、ミチルの、なあ、立場だったら俺もう、うん、自分の足折れてもいいぐらいの勢いで扉蹴破ってると思うわ。ぶち蹴ってぶち蹴って何もダメならもうそこら辺の壺とか、なあ、棚とかもう投げまくってると思う。ちなみに悪条件は一応あるんですよ。あ、そうなんですか。それは最後まで解明されますよ。っていうか、あずさどこ行ったの？あずさは外です。何してんの？何してんやろうね。何これ、精神と時の部屋みたいな感じで、うん、こっちの流れるスピードと時間と、うん、あずさのいる世界の時間が違うみたいな？いや、それはない。ああ、ないよ。それはない。京也が読みに来た時、2階の東館に行けるようにしておいたから、気になるならそこも調べろ。わかった。さて、2階の東館と言ってましたね。右側ですね。右側ですね。刺さったままですね。ま、焼き鳥してるやん、まだ。いや、焼かれてはないな。焼かれてはない。こっちにも誰か刺されへんのか。なんでおかわりせんか。こいつが主人公やから、新、うん、あたりが刺さりそうやな。なんか、京也は、あれやん。なんで死に方おかわりな。車こう。なんで転倒せんなかったの、あれやんか、あれやん。シンメトリーの方がいいやん。アシンメトリーよりシンメトリーの方がみんな好きやん。じゃあおろせや。じゃあおろしたれや。ちゃうやん。ここやな。うん。東館。そこ入れるんちゃう？入れないらしいよ。あ、入られへん。うん。セーブ、とりあえずセーブしとこう。うん、そうやな。お、なんかある。ボタンの鍵を入手した。おー、ボタン読めたな、よく。俺読めなかったわ。花の名前をだいたい読める。おー、雑巾が入っている。ここはみんなの場所です。どういうことやねん。あー、掃除道具入れはな。そう、男の子入りたがるから。中学生の時おったもん。ちょ、待って待って待って、動かせそうだってよ。うん、なんか、じゃあ、あるんだろうな。うん。伝言板。新聞や映画のチラシ。娯楽情報誌。うん。この間入りたい。使ったものは元に戻しましょう。つい、注意書きだ。注意書き。うん。何ですか？あの針はまだ後かな。まだ後なんですね。うわ、切ったね。入った第一声、切ったね。ろくなものが入ってない。切ったね。言い方よ。ろくなものが入ってない。テーブルクロスしか入ってない。ろくなものはない。ろくなものがない。あー。あー、火鉢な。ほう。ここなんかなかったかな？似たような場所かな？なんかイベントあったんやな、ここ。しない。最後の方か。なんか記憶にあるぞ。今なんか思い出す。うん。うん。ここだったかな。まあまた来るとしてな。はい。あ、行きましょうかね、次。お、もう戻ってきたやん。十字架の部屋へ。うん。あと一個行ってないとこあるよ、そう。さっきの部屋？いや、違う。ね、カラクリがあるって言った場所。報告書かなんかに多分書いてたはず。ああ、違うな。じゃあ、会話の流れで言ってたんか。うん。
まあ、ボタンの鍵を手に入れたからね。うん。どっか、開く場所があるはず。お、ここ初めてや。そうやね。そこが。ボタン。ああ、ボタンだ。使おうぜ。月が未だに開いてないっていう。これ見たっけ？見てない。ああ、助けて見た見た。ああ、助けて、ああ、助け、一番最初の見たな。うん。ボタンの鍵。ろうそくも手に持ったままか。ある。ろうそくはある。うん。行こう。お？ショートカット。なんか目開け。そこ？あのしか目が開け。こっち片方しか赤くない。こっち両方赤い。おぉ。なんかあったかな？覚えてないな。違う。違いますよ。そこ違いますよ。違うんですか？違いますよ。全然違いますよ。霞んだ月が印象的な風景画だ。どないしたん割れて地震起きたん。地震でそうなるか逆に。地割れ。細かい模様が描かれた花瓶が飾られている。お三階のビッグリーズ。だね。お、明人様、さよこ様。おー、やくも。やくも。そうだな。やくも。お、ゆかり？うん、それは茶室だな。茶室やで。タコ？小杖さんかな？あ、タコってこういう字書けへんかったっけ？あれ？うん、近いな。これだったかな、忘れた。あー。でもほとんど行かれへんな。ここに来たかつい。お、なんか光ってある。マッチを入手した。お！なんかライトつけるとか言っとったよな。ろうそくを持ってるよね、とりあえず。ろうそくは持ってるけど、どこでろうそくを使うか。がわからへんわな。うん。灰すら入ってない。ほう。女性が好きそうなって言うけど、ここは多分、ソルロンドみたいなやつの、アロルド。あ、ここはね、日本人のお部屋、今、館内図見たじゃん。うん。ちゃうんか、ほんなら。うん。館内図書いてたでしょ、さよこ様とかの部屋。ああ。あ、戻っちゃった。戻ったこれ。ほんま？戻ってへんやろ。反対側だね。ほら、部屋あるでしょ。おあるわ。なんもない。あるある。あるわ。おー、紫の手記。ゆかりの。ゆかりか。手記。に、古びた紫色の表紙の手記だ。大正6年6月10日、明人様が不在の間、さよこ、だよね、これ確か、うん。様が階段から転落し、病院へと運ばれた。頭部を強く打ち、事故前後の記憶が欠如しているようだ。私は屋敷にいたというのに、なんという失態。明人様は私を責めはしなかった。命に別状はなかったが、責めたものも救いか。大正6年6月25日、さよこ様の療養が終わり、さよこ様は久しぶりに屋敷に戻られたが、様子がおかしい。事故で記憶が欠落し、不安なようだ。さよこ様への配慮を心がけるとしよう。大正6年7月4日、退院して以来、学生たちがさよこ様を心配し、毎日のように会いに来てくれるようだ。気遣ってくれる気持ちは私としても嬉しい。だが、それでも、さよこ様の様子は不安定だ。明人様は、そんなさよこ様のために日記帳を送られたらしい。一日でも早くさよこ様回復するのを待つばかりだ。うん。さよこ様も記憶を失ったんやな。まあ、欠如したって。うん。うん、話やな。そう。この学生寮を作った日本人の、うん。フロアやな。もう一個上に部屋が。入れないんだ。へえ、入れないんだ。じゃあ、この下はそっちから、で。ああ、繋がってるのか。うん。富士。鍵いっぱいあんな。なでしこ。なでしこ。これ繋がってんの？ああ、セーブポイント。ああ。なんか文様あるな、下に。あるな。うん。二階の女子寮にもあった変な模様が光を放っている。なぜか消せそうにない。うん。さて、どこ行くかな。どこ行くかな。月
の鍵をまだ開けてないっていうのかな。開けてへんな。ちょっと探しに行かんといけんね。うん、もう何もないです、そこ。どこやったかな。部屋を探しに行こう、とりあえず。うん、その辺の階がね、何もないから大丈夫よ。あ、そうなの。うん。あ、階が特に何もないの。うん。あの、謎解きとかあったら関係あったりするけど。イベントや。うん。お前、学ラン。公平に使った、ハヤトも何とかしたいけど、さすがに難しいね。カイドウ、精神的に弱ってたな。やっぱり、無理にでも一人にさせるんじゃなかった。もう起こったことに対して後悔したって意味ないよ。もう。うん。うん。お前なんか知ってんな。へえ、お前なんか知ってんな。その含み笑いみたいな。でも、何なんだろうね。この屋敷。ここにいるだけで、なぜか思い出したくないこととか、考えたくないことが押し寄せてくる。それはミチエルにとっても同じことか？お前は大丈夫なの？結構冷静そうだけど。え？記憶がない分、他の人より過失とかトラウマとか、そういうのが希薄なのかな。俺だって不安だよ。そっか。ところでさ、細い棒とか見かけてない？そこそこ長めなものがいいんだけど。それは俺の股の間についてるけどな。そこそこ長めなものがいいんだけど。ああ、どうだろう。でも、そんなの何に使うんだ？気になる部屋があるんだけど、ドアが何かに突っかえてるみたいで開けられないんだよね。だから探してるんだけど。傘は？今なんでふーって賢者タイム。少し休めば、俺が探してくる。え？じゃあ少し休ませてもらうよ。ああ、見つけたら戻ってくる。うん。じゃあ今回この辺にしましょうか。わかんねえよ。月の鍵が未だになんか出てこないな。最後の方とか？いやー、どっかにあるはずよ。どこにある、あれ、どこにあったかな、全然思い出せねえな。と、あと一箇所ギミック解いてない、解いてない。絶対解いてない。はぁ、解いてないところがあるよな。うん。今回はあんまりちょっと進まんかったね。進まんかったけど、もう大事件は起きたよね。大事件は起きましたね。京也が、ついに、ハヤトを殺した。まあ、殺したのか、過失があったのかなかったのかは分からんけど、ね。いや、あれ絶対自分で殺してると思うわ。めっちゃ嫌いやん。いや、なんか京也の性格的にさ、うん、あれっぽいよな。邪魔なやつ全員殺せみたいな。ああ、多分京也が嫌いすぎてそうなと思っちゃう。いや、もうほんま京也のこと1ミリも信用してないからな。京也の、なんかでもあの、ふっ、みたいな。透かしたような感じ、うんうん、邪魔やから殺そうみたいな。はい。ということで、ここまで見てくださった方ありがとうございました。ありがとうございました。真のことは嫌いにならないでください。